飲み物。美味しいね。でも動きがないよね。美味しいものには動きがある。飲み物もダイナミックに動いたらもっと美味しいかもしれないね。今日は渦巻きを飲むよ。渦巻きを作る技術。液体がコップの中でできる一番ダイナミックな動きは何かな。そうだよ、渦巻きだよ。これはマグネティックスターラー、磁石の力で渦巻きを作る装置だよ。これで渦巻きを作りながら飲もう。スターラーの自作はいろんな人がやっているけど、 PC 用のファンを使っている人が多いね。ティッシュを貼ってみよう。踊っているよ。かわいいね。磁石だよ。ファンに貼っていきます。磁石が回ったね。コップを置けるようにカバーを作るよ。できたね。次はコップに入れる攪拌紙を作ろう。これが磁石にくっついて回転することで渦巻きができるよ。ストローをペンチで挟んで火で溶かすことで密封できるよ。飲み物が中に入り込まないから衛生的だね。できたね。コップに入れて回してみよう。回ったね。回ったけど早すぎて磁石が外れてしまうみたいだね。 PC ファンは手加減を知らないからね。教育が必要だね。教育の力。手加減を知らない PC ファンを教育していこう。これはアルデュイーノマイコンだね。モータードライバー、モーターの回転を制御するよ。プログラムを AI に作ってもらってマイコンに書き込もう。プログラムを書き込めばマイコンはいろんなことができるよ。モータードライバーと組み合わせれば PC ファンに手加減の機能をつけて社会性を身につけさせることもできるんだ。できたね。つまみを回すと速度が変わるよ。これが教育の力だね。プログラムを作ってくれた AI にお礼を言う。これも社会性だよ。完成したスターラーを使ってみよう。渦巻きができたよ。水流が分かりやすいようにゴマを入れてみるよ。長いとんがりコーンみたいになったね。かわいいね。この夏飲みたい渦巻き5選。いよいよ渦巻きを飲む時が来たよ。5種類のメニューを作ったから順に紹介していくよ。トルネードコーヒーフロート、水、インスタントコーヒー、氷、バニラアイス。スターラーごと持ち上げて渦巻きのまま飲むよ。うん、回転運動の味がするね。唇に当たる液体の躍動感、口を開けると流れ込んでくるコーヒーの波。やっぱり動きって美味しいんだね。終盤は少しコーヒーが跳ねるね。サイクロンミルクセーキ、卵黄、牛乳、バニラアイス、チョコスプレーを入れてみよう。コップの端を横切るチョコスプレーがソウマと万華鏡のようで綺麗だね。うん、濃厚な回転運動の味。チョコスプレーは普通沈むけど攪拌されているので程よく口の中に入ってくるよ。動きの力がなければ成し得なかったチョコとドリンクの半重力マリアージュ。残ったチョコスプレーを食べようとすると
がっちり磁石がくっついてくるよ。ハリケーンサイダー。サイダー、やっぱり透明のドリンクが渦巻きがよく見えていいかもしれないね。これはチアシード。水に浸すとゼリー状になる不思議な種だよ。回し始めがかっこいいドリンクになったよ。飲むと一口ごとにすごい勢いで炭酸が抜けていくよ。炭酸が苦手な人にもおすすめのドリンクだね。ホワールプールトロピカル。マンゴージュース。チアシード。タピオカ。南国の回転運動の味だね。泳いでいるチアシードとタピオカを唇で捕まえる金魚すくいのような楽しさがあるよ。植物でんぷんであるタピオカで踊り食いを実現した画期的ドリンクだね。ルミナル台風。オロナミン C。 トニックウォーター。チアシード。電気を消すよ。ブラックライトを当てよう。オロナミン C とトニックウォーターはブラックライトで光るよ。光の中でチアシードがエレクトリカルパレードしているね。もはや飲むよりインテリアとして眺めたいドリンク。味はちょっと苦いオロナミン C です。5種類の渦巻きドリンクを飲めたね。やっぱり動くものって美味しい。5つの味覚。甘み、塩味、酸味、苦味、旨味に続く第6の味覚、うごみが誕生したよ。チャンネル登録と高評価してもいいからね。またね。